健全です。どうも、ババキリフタでございます。今回はプロ語は一切なしの超健全な PS4 シューティングゲーム参戦を紹介。普通のゲームです。それではいきます。いつしょーっちゃった無理、もう限界だ。異世界転生した女子高生たちと至って普通のシューティングができるゲームといえばこれ、バレットガールズファンタジア。冗談か。今作は8人の女子高生と6人の異世界の種族、合計14人で2人1組のチームを組んで目標を遂行していくステージ攻略型のシューティングゲームだ。使える武器はアサルトライフルやショットガンなどのオーソドックスなものから、ミサイルランチャー、ガトリングガン、さらにはファンタジー世界に用意されている近接武器なども用意されていた。また今作ではキャラごとに必殺技なども用意されており、TPS にしては割と特殊ではあるが、爽快なシューティングを楽しめた。ハンターフォー！やっぱ戦車は燃えるぜ！もちろん、グロゴア表現は一切なし。たまに攻略中キャラの服が破けたりすることはあったが、血しぶきが飛び散るなんてことはもうとうないし、また尋問というモードがゲーム内には用意されてはいたが、内容自体は物騒でもないし、プレイ中は一切触れなくてもストーリーを進めることができるので、至って普通のゲームなのは間違いなかった。見ましたよ。これでいいです。総括です。個人的にはシューティングゲームとしてはまだまだいけそうな感じがある作品だが、プレイ自体は満足的だ。とりあえず今流行っている戦争ゲームに疲れ始めたあなたにおすすめ。いいです、いいです。その指をどうするのです。リビドーのままに迫り来る女の子たちに対抗するシューティングゲームといえばこれ、ギャルガンシリーズ。本作はとある理由でモテモテになってしまったプレイヤーが心構わず襲ってくる女の子たちを撃って撃って撃ちまくるステージ攻略型のガンシューティングだ。ゲーム内容自体は非常にシンプルで、操作も非常に簡単。もちろんこちらもグロゴア表現は一切なし。さらに言えば女の子を襲うわけでもなく、逆に払いのけているのでセンシティブに考える必要もない。これには YouTube も安心。一応時にはヒロインを助けるために少し手荒な真似をすることもあったが、ただそうは言っても暴力的表現は一切ない。個人的には頭ゲームとしか思えなかったが、シューティングゲームとしては面白かった作品。ゲームセンターとかのガンシューティングが好きな人はいいやってみて。忍びプラスシューティング、そんな最高な要素を掛け合わせたゲームといえばこれ、戦乱神楽ピーチビーチスプラッシュ。 Hey, come on! 今作はあの美少女くのいちたちが戦うアクションゲームのスピンオフ作品で、5人1組のチームを組んでシューティングバトルができるゲームだ。
用意されている武器はオーソドックスなものから特殊なものまで用意されているが、扱う武器はすべて水鉄砲なので、物騒なことは一切なし。服は濡れても美少女の体が傷つくことは絶対にないので、黒表現が苦手な人にとっては、とても素晴らしい表現と言っていいだろう。水じゃなくて、泥でも我の顔にぶっかけてください。ただ、今作はどうしても水場でのバトルが多いので、女の子たちが水着になってしまう。なので、健全な青少年には少し刺激が強いかもしれない。でもまあ、ウルジの橋の復活のためにはいいんじゃないか。ちなみにアスカ、個人的には自分の心を健全に保つのは難しいが、シューティングとしては割と楽しめたゲーム。水鉄砲をシコシコしたい人に、おすすめ。素敵なことが待ってる。そんな気がします。行きましょう、皆さん。ということで今回はここまで。表現規制。それではまた。